クヨです。葵だぜ。夏だし、なんかパーと騒いで遊べるようなところに行きたいわ。そうか、私は冷房効かせた日の当たらない部屋でゆっくりしてたいぜ。ねえねえ、夏フェスとか行かない？おい、私の声聞こえてないのか？いいじゃない。8月は31日間も家にいられるんだから1日ぐらい外に出ても罰は当たらないわよ。それに私はあんまり夏フェスに良いイメージ持ってないしな。どうして？よし、それじゃあ今回は炎上した日本の夏フェスを4つ紹介するぜ。行ってみよう。今回最初に紹介する炎上フェスはフジロックフェスティバルだぜ。毎年定番の夏フェスね。富士ロックフェスティバルは1997年に山梨県の富士天神山スキー場で初開催されたロックフェスだ。世界200組以上のミュージシャンが揃う日本最大規模の野外音楽イベントだぜ。私は行ったことはないけど日本の夏フェスって言われたらかなり序盤で思いつくわ。ちなみに意外かもしれないが、この富士ロックフェスが富士山近辺で開かれたのは1回だけなんだ。え、毎年富士山の近くでやってるんじゃないの？いや、実はこのフェスは初回の開催が富士山近くだった名残で、名前とロゴマークを使い続けているだけで2回目は東京都豊洲地区の東京ベイサイドスクエアで開催されているぜ。それ以降は新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催されているんだ。じゃあ本当は苗ロックフェスってこと？まあ、フェスを開く場合には広い会場の他にも大量の駐車場や大量の宿泊施設が必要になるからな。いろいろな理由で今の場所に落ち着いたんだろう。それでこの富士ロックフェスはどうして炎上してしまったの？実は2024年のフェスで起こったある事件によって、今世間では富士ロックフェスが左翼の巣窟になっているんじゃないかと言われているんだ。左翼の巣窟？その理由になったのがドイツの電子音楽グループクラフトワークが演奏した時のこと。この時のクラフトワークはレイディオアクティビティという曲の歌詞がとんでもないほど最悪のものだったんだ。どんな歌詞だったの？その歌詞というのが今日もいつまでも福島放射能。日本でも放射能今すぐやめろというものだったんだぜ。うわ、これは。もう何の取り繕うこともなく真正面から日本の福島第一原発について批判をしているな。なんで楽しいフェスでこんなことをってのと、まだこんなことで騒いでるんだって感じね。これにはネット上でも大炎上。またこの訳詞をしていたのが、坂本雄一さんだったことや問題のシーンでは歌詞がモニターに映されるように用意されていたことでフジロック側も知っていて OK していたのが分かって炎上が広がっている。確かに福島原発は世界的に大きな問題なのかもしれないけど、2024年になった今でもこんな形で騒ぐのは賛同しかねるわ。実際にネットでもつくよのように2024年の現在でこれは単なる風評被害。これだから坂本雄一とか福島でいつまでも福島を叩いて金儲けしてる奴は嫌いなんだよ。福島第一原発はとっくに安定化してるだろ。これのどこがロックだよ。通したフジロック運営も含めて差別主義者の発表会だろといった声が上がったぜ。私もあまり詳しくはないけどさ、東日本ってもう13年前のことよ。忘れていいってわけではないけど、いつまでそこで止まっているのって感じ。そうだな。逆に擁護意見の中には、これならすっかり忘れている記憶喪失の日本人にも伝わる、さすがだ。12年経ってもこのバージョンをしてくれることに感謝しかないと言っている人もいた。そいつらに一つ言いたいのは別に誰も忘れてなんてないってことね。その通り。私たちは別に東日本や原発について忘れているわけではない。ただいつまでもマイナス面ばかり見て騒いでいるだけでは仕方がないから言わなくなっただけだ。現実問題、原発を使わずに日本の電力問題をどう解決するんだって話だしな。日々専門家の人たちが頑張って再発防止策を考えている中で、このヘイトを垂れ流してる人たちは、大体案も出すわけでもなく何をやっているのかしら。そういう人たちは毎日 SNS で文句言うのに忙しいから、自分が動いて解決してる時間なんてないんだぜ。ああ、そうだったわね。今回の炎上によってフジロック自体が、フジロックなんてもともと反日左翼イベントだよ。フジロックなんて時代に取り残されたおじさんの集会だし、パヨロック。場にそぐわないことを勝手にやって文句が出ると表現の自由を盾にする。パヨが嫌われる理由が詰まってるよ。好きなアーティストがこんなイベントに出ることがありませんようになどと言われるようになってしまっているぜ。いつか行ってみたいなって思ったけど、これを見てると一気にその気持ちもなくなってしまったわ。二つ目に紹介するのはラッキーフェスだぜ。可愛らしい名前のフェスね。ラッキーフェスはラッキー FM 茨城放送が主催する日本の音楽フェスティバルだ。茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催されているぜ。これも結構長いイベントなのかしら？
ラッキーフェスというイベント名に関しては初めての開催が、2022年7月23から24日とまだまだ生まれたばかりのものだ。でもこの場所では以前まで、ロックインジャパンフェスティバルが開催されていて、それが2022年から千葉県に移転してしまったことから運営や名前を変えて再出発することになったぜ。じゃあ新しくてもノウハウとかはかなりある感じね。ラッキーフェスにはグリーン、クロスオーバー、テーマパーク、ファミリー、安心安全の5つのコンセプトが設定されている。これは環境に優しく家族でも楽しめる総合的なお祭りを目指したいという思いが込められている。具体的に何か違うの？ラッキーフェスは今までのロックの肩書きがなくなったことで出演アーティストはロック、ポップス、ヒップホップなど多くのジャンルの音楽をクロスオーバーさせることが可能になった。これにより老若男女が楽しめるステージを実現しつつ、さらにグルメやキッズプレイエリアなどもあって音楽以外の目的でも楽しめるんだ。おお、フェスの食べ物って高いだけでお粗末なものが多いイメージなのに、ここのは本当に美味しそうね。このフェスを開いたことに関しては総合プロデューサーの堀さんが、日本最大級のフェスの開催地ではなくなったことに対する茨城の人たちへの文化面精神面の影響は大きく、加えて地域経済に与えるダメージは甚大です。茨城の人たちを落胆させたくない、希望を持ってもらいたい、そんな思いからラッキーフェスの立ち上げを決定しましたと話しているぜ。地域愛を感じられてほっこりするわ。そして実際に開催された時も2日間で60組のアーティストと2万人の観客を動員して大成功に終わったぜ。だったら何が原因で炎上してしまったの？炎上してしまったのは先ほどの堀さんの発言が原因なんだ。一体何を言ったの？このラッキーフェスにはかなり高額な寄進席が用意されていたんだ。その値段がなんと12から50万円。高？まあ、この値段に関しては仕方ないんだが、その宣伝をする投稿の中でフェスは熱いし、混んでいるし、フェス飯には並ぶし、ステージ前方では熱狂的なファンが占めて、演奏中は立ちっぱなしになり、汗だくになり休むところもなく疲れます。だからどうですか？といった感じのことを言ってしまったんだ。え、フェスの主催者側がそれを言っちゃうの？確かにフェスは熱いし混んでるし高いし並ぶしでよそから見たら、あんな最悪な環境になんで行くんだって思うだろう。でも実際にはそういった限界で、劣悪な環境の中でみんなが一体になっているのを楽しむのがフェスの醍醐味だ。それを主催者自らが否定してしまっては炎上もするぜ。ネットでは何と言われていたの？ネットでは長年かけて作られたフェス文化をこんなこと言っちゃう人が、開催するのなんて行きたくない。茨城のフェス文化の火を消すなとか言わないでほしい。もうひたちなかの日々は戻ってこないんだな。そう言いながら対策しないことに幻滅ですなど言われていたぜ。あまりにも不用意な発言よね。他にもこれがきっかけで VIP 席の告知は必死にしてるのに開催1ヶ月切ってるのに、一般客へのエリアマップ情報さえ出てないのどうなのよ。よくこれで3年で日本三大フェスになるなんて言えたなとも言われていたな。てか、そもそもの話として何かを売ったり持ち上げるときに、別のものを下げる人には誰も良い印象を抱かないわよ。何か下げてまで比較していいのは具体的な数値があるときだけだぜ。まあ、結果的にイベントは成功に終わったみたいだけど、初回からこんなこと言っちゃう人がやっているならこれからも何かやらかしてしまいそうね。三つ目に紹介するのは東京レインボープライド2024だぜ。これも音楽系のフェスなの？いや、これは全く違うジャンルのフェスだ。この東京レインボープライドは、LGBTQ+、いわゆる性的少数者が、差別や偏見にさらされず、前向きに生活できる社会の実現を目指している団体と、その団体が運営するイベントの総称のことだ。またかなりデリケートで議論を呼びそうな内容ね。このイベントも長い歴史があって始まりとなっているのは1994年8月28日に行われた、第1回レズビアン&ゲイパレードという日本初のプライドパレードだ。日本でもそんな時代から多様性を訴えるイベントとかあったのね。まあ、第3回が行われた時に閉会式でステージ占拠事件が起きてしまって、2000年まで中断されてたんだけどな。その後も2003年、2004年などは、実行委員を引き継いでくれる人がいなかったりとやはり困難は多かったようだぜ。イベントって開くのに莫大なお金と労力がかかるもんね。そして名前などもコロコロ変えながら2011年に今の東京レインボープライドに落ち着いたようだぜ。ちなみに開催場所は東京都渋谷区の代々木公園周辺となっている。よく知ってる場所だけどこのイベントのことは知らなかったわ。それで具体的にはどんなことをするの？内容も多様性なのか、普通のロックフェスなどのように音楽だけをやりまくるみたいな、
決まったものはないみたいだな。公式ホームページのマップを見てみると東京ゲームショウとかと、同じように企業が決められたブース内で展示や物販をしたり、大きな二つのステージでは、芸能人たちが LGBT などをテーマにトークショーやライブをするらしい。プライドの奇跡、婚姻の平等の未来、トークテーマを見ているだけで難しそうだわ。その中でも一番の目玉になっているのはパレードだ。多様性について考えているイベント参加者たちがたくさんの横断幕や旗を持って街中を練り歩くんだ。参加費が無料ということもあってイベント全体の来場者は24万人。パレードも1万人以上が参加して渋谷から原宿までの街を行進したというぜ。思った以上に大規模なイベントなのね。見てると堂々と道路を歩いているみたいだし、開催するのに警備とか色々大変だったでしょうね。まあ、どんなイベントにも言えることだが、しっかりと許可を取って周囲に行政も迷惑もかけずにやっているなら内容は好きにしていいと思っている人がほとんどだと思うぜ。それでも炎上したってことは周りに迷惑かけるようなことをしてしまったのかしら？そういうことだな。このイベントには一部の過激なアンチ以外の中立で無関心な人たちも顔をしかめてしまうような出し物も以前からいくつかあったらしい。イベントのコンセプト的にそういうのを多様性と言ってギリギリを攻めるような感じっぽいしね。一番よく言われていたものはパレード。このパレードでは LGBT などの趣味嗜好を持った人たちが自分たちの自由を掲げながら歩くため、中にはコスプレというか目立つ衣装を着る人たちもいたんだ。どんな衣装？イメージとしてはリオのカーニバル的な水着だけど、水着じゃない肌色多めの衣装のことだ。まあ、パレードって言うと鉄板よね。問題はそれを屈強な男性たちも着てることだな。おう？別に悪いとは言わないんだが、屈強な男性たちがサスペンダーにブーメランパンツ一枚みたいな格好をしてたりするのを一般道路で見ていてもあまりいい気分ではない。実際にこれを偶然目撃してしまった人たちからの苦情がかなり多かったんだ。小さい子がいる家族だと余計に敏感になるわよねー。そしてそんな中でついに大炎上を引き起こしてしまったのが、2024年4月20日と21日に行われた会でのこと。この会でとあるブースの展示品が問題となったんだ。どんな展示品？半裸で縛られて吊るされている男だ。はい？もう本当にそれ以上でも以下でもない。ふんどしだかティーバッグだかを履いてヒゲを蓄えた男性が、変なセットで紐に縛られながら吊るされているというだけの出し物だ。これってこのイベントの趣旨に合っているの？さあな。でもこのイベントは回を重ねるたびに協賛企業を増やしていて、どんどんと規模も拡大して今ではファミリー向けのイベントとしての宣伝もしているんだ。いやいや、こんなの子供に見せたくないし、どう説明しろっていうのよ。これに対して同性愛をテーマにした本を多数執筆している作家の森夏子さんは、子供の来るイベントでこれはない。以前から言っているが、LGBT に窮屈やあらゆる変態を混ぜることは SM や、ペドフィリアも容認することになるが本当にいいのか？芸の過激な衣装が問題になるのは何度目だ。甘ったれるな、と痛烈に批判していたぜ。ぶっちゃけ、これは用語のしようがないわ。これに対してなんで駅前の萌え広告は良くてこれはダメなんだとか、犯罪に走らずに論ずるだけなら問題ないという反対意見が出ていたぜ。萌え広告を擁護するわけじゃないけど、二次元とリアルでやっていいことの線引きが分かってない時点でダメでしょ。あと犯罪じゃない理論も往来での過度な露出は公然猥褻か、迷惑防止条例か、軽犯罪法違反でしょ。確かに最近はソシャゲの過激な広告とか貼ってあることが多いが、あまり過激すぎるものは企業が勝手にやってるだけでオタクだって顔をしかめているしな。二次元とリアルを一緒にするなとか言っといて、こういう時だけ同じレギュレーションでやろうとするのは都合が良すぎるぜ。それにこれ無料のイベントだしね。ああ、何度も批判の的になっているオタクの祭典コミックマーケットだが、あそこだって客が汚らしいオタクばかりでもコスプレや販売物の規制はあるし今は有料になっている。それに本当にがっつり露出したい人は別のイベントがあるしな。名前忘れたけどマツコの番組かなんかでやってたわね。何にしても多様性を訴えるのと性癖発表会の違いがわからないなら、どっか屋内の会場でもっとクローズドにやるべきだぜ。放っておくと今度は子供の頃から多様な思考への理解を促そうとするのは多様性の否定とか、さらにわけわからない議論に広がっていきそうだわ。今回最後に紹介するのはロックインジャパンフェスティバルだぜ。おお、日本の夏フェスって言ったらこれよね。ロックインジャパンは2000年から開かれている日本最大の野外ロックフェスティバルだ。代表取締役社長である渋谷陽一さんが、参加者が主役のロックフェスを作りたいという思いから始まったものだ。さっきラッキーフェスで言ってたけど、今と昔じゃ開催場所が違うのよね。
ああ、2000年から2021年までと2024年は先ほど言った国営ひたち海浜公園だったが、2022年からは千葉市の蘇我スポーツ公園に変わったぜ。茨城と千葉なら行く方からしたらそこまで距離は変わらないわね。ロックインジャパンには6万人収容のメインエリアと3万人収容のサブエリアの2種類があり、広大な芝生を挟んで向かい合う2つのメインステージと2つのサブステージの全4ステージ制で進行していく。他にも3カ所の飲食エリアにグッズエリア、日よけ防止テントや給水スポットなど、来場者が楽しむための暑さ対策もしっかりとされている。話を聞いているだけで日本最大ってのがわかる規模感だわ。ちなみに2019年までの20年間の参加者は累計で約360万人になるらしいぜ。他にもロックフェスで起こりがちな問題を防ぐためにライブの禁止や客席前方で押しが出るまで場所取りをするのも禁止している。へえ、歴史が長いだけあるわね。今回紹介するのは2023年に起きたちょっとしたぼやの話だ。今の時代にぼやって言うとネットの話か物理的な話かわかりにくい。このぼやが起こったのは2023年開催の会でのこと。その2日目に当時バラエティ番組で人気絶頂だったあのちゃんが登場したんだ。確かに2023年は見ない日がないってくらいに出まくっていたわね。てか、あのちゃんってくくりはアーティストなの？あのちゃんはもともとはゆるめるも、というアイドルグループで活動後に、2020年からソロアーティストあのとして活動をしているらしいぜ。しかも2021年からはアイズというバンドで、ギターボーカルもやっていてパワフルな本格ロックで人気らしい。へえ、私たちが思っている以上にしっかりとアーティストなのね。そもそもあのちゃんは父親がバンドマンで子供の頃からロックに触れやすい環境にあったらしく、前に所属してたゆるめるも、もう当初はバンドもできる。アイドルってことで募集してたから応募したらしいぜ。ただのメンヘラ不思議ちゃん枠アイドルじゃなかったんだ。そんなあのちゃんがロックインジャパンに出て大ヒットした種、多様性などを含む7曲を披露し、観客の盛り上がりも最高のままステージを後にした。でも問題はその後だったんだ。え、ここで？息も絶え絶えに出番を終えたあのちゃんはステージ裏で倒れ込んでしまい、衣装のまま床に寝転びスタッフから酸素ボンベを吸引させられていた。本当に限界までパフォーマンスしたのね。そしてその様子をスタッフが公式ツイッターに画像付きでアップした結果に炎上してしまった。なんで？ネットの意見としては普通はあんな写真載せないだろ、てか本当に心配してたら撮らないし、そんな写真アップしない方が良くない？あのちゃんにしっかり許可取ってるの？といった感じだ。まとめると猛暑の中で全力で頑張ってかなり危ない状態の人の写真を投稿するのはどうなのってことだな。批判してる人からすると事故現場でスマホのムービー回してる人と変わらない感じに思えたのかしら。個人的にはこんなに全力尽くしましたよって報告ぐらいに感じたけど、これに関しては2023年8月上旬というタイミングが悪かったとも言われている。タイミング？この本の1、2週間前にフジテレビの FNS27 時間テレビが放送されていたんだ。その中で100キロサバイバルマラソンという同じく猛暑の中で芸能人200キロ競争をさせる企画をやった。そこで多くの芸能人が見事に完走していったんだが、これは芸能人たちの安全を考えない最低の企画だと一部で炎上してしまっていたんだぜ。私も見ていたけど誰が勝つかよりも誰か倒れるんじゃないかってところばかり気になってたわ。そっちの炎上があってすぐだったからあのちゃんの方も残り日が燃え移ってぼや騒ぎになったということだな。まあ、フジテレビはともかくロックインジャパンぐらいの大型イベントなら毎年のことで、サポート体制も万全だと思いたいわね。あのちゃん的にも少しして運営のインタビューに受けられるまで回復していたし、2日後には元気に始球式に出ていたから杞憂に終わったということでよかったぜ。あのちゃんも27時間マラソンも大ごとにならなくて本当によかったわ。ということで、今回は炎上した日本の夏フェスを4つ紹介したぜ。どうだった？夏フェスってもっと爽やかに楽しく騒ぎまくれる場所かと思っていたけどかなりトラブルも多いのね。フェスにも長年かけて作られた文化があるからな。こだわり強い人も多いんだと思うぜ。とりあえず、夏フェスデビューでフジロックはやめておくわ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。